強くなれるんだろう。来るに決まってる。うん、いい目だ少年。じゃあ早速本題ね。今から2人でミッションに行こうと思うんだけど。うん、当然来るよね。今すぐ？構わないけど、今じゃなきゃダメか？あれ？ノリ悪。もう一人いるかな。エイクリッドと戦うにしても夜の戦闘では危険が増すの、これはわかるわよね。そこで提案、強くなるならあえて危険を選んで戦う、それこそが訓練というわけ。あえて危険を選ぶか。そうだな、いつもの訓練よりずっと訓練になりそうだ。それだけじゃないんだな。訓練の場所はいいマテリアルが手に入るところだったりもするの。え、マテリアルも？そう、武器も強化できて一石二鳥、超お得なの。すっげえ。よし決めた、行こうぜジュリー、夜間ミッション開始だ。じゃあ決まりね。でも夜は本当に危険だから準備だけはしっかりね。助かった。一人じゃ心細いし、一緒に行く人探してたんだ。でもこれなら一応お互いハッピーだし問題ないよね。なんか忘れてる気もするけど、まあ大丈夫よね。頼りにしてるよ。決まった？行くぜ。さあ、マテリアル探しに出発。いっぱいゲットして。
ターポストを起動して。レーダーが使えるようになるわ。任せろ、ガンガン行くぜ。まずはデータポストの起動ね。そうすればレーダーも使えるから。これでレーダーが使えるわ。お宝ゲット。やっぱり出たわね、エキト。待ってた、全部倒せ。やるじゃない、一番欲しく。さあ、どんどん集めてね。
リやったー、イチロムくん。マテリアルもこんなにいっぱい。さ、急いでベースに戻りましょう。エクストルーパーズ。